はいどうも、コンシルです。あのね、夏休みの期間中に僕の息子がね、スイカ割りっていうのをやってみたいと、幼稚園なんだけどさ、スイカ割りっていうのをやってみたいって言ってたんですよ。で、僕はその話聞いた時にね、スイカ割りめんどくさそうだなと思ったの。思ったんだけど、まあ、あのー、 その考えが、もうその、復縁思想として間違っているから、ああ、これダメだと、今この面倒くさいっていうのダメ。で、こいつがやりたいと言ったことは、その、こう、すごく大切な思いなんだから、それを実現させないといけないなと思って、よしやるかって言って、で、目標を決めてね。で、えっと、目標を紙に書いて、その、まあ、紙っていうのは夏休みのしおりっていうのを作ったんだけど、で、そこにその、息子の目標、スイカ割りって書いてね。で、目標は書くと実現するじゃないですか。 うん、で、えっ、ー、と、スイカ割って書いて、で、夏休みに過ごしてたんですよ。で、ちょっとイベントが一段落したぐらいに、まあ、その目標にパッと見たら、あ、スイカ割りやってね、と思って。で、スイカ、じゃあもう今から買ってきて、あのちっちゃいやつ、ちっちゃいスイカ、あのでっかい、高いでっかいスイカ割るのなんてもったいなくてできねえわと思って、なんか楕円形の変なスイカあるじゃないですか、最近。うん、あの、<laughs> ちょっと小さめのスイカみたいなやつ買ってきて、えっ、ー、と、そのスイカ割りやってあげたのね。 で、子供は、まあ、その、お、よ、大喜びだった。大喜びだったんだけど、その、まあ、状況とかもちょっと写真載っけとくけどさ、海はすげえ荒れてて、なんか台風みたいなやつが近くに来てたんかな。すごい荒れてても、砂ぼこりは舞うべし、えー、なんかそのザバンザバンで恐ろしいべし、まあ、天気は少し晴れてたんだけど、で、風は吹くべしで、まあ、大変だったんだ。でも子供は楽しそうだったな。 っていう話なんだけど、これ福縁にとってとても大切な話。あなたさ、元カノとか元カレがさ、これやりたいなって言ったことを、ものすごくないがしろにしていなかった。ね、うん、ない、ものすごくっていうか、あの、こう、拒否っていう感じではなく、もっと悪いよね。あの、鼻にもかけないっていう表現で合ってる、うん、うん。歯にもかけない。鼻にもかけない。どっち まあ、とにかく気にもしない。え、死がにもかけないっていう気にもしないし、何にもその意識もしない。これやりたいな、これ欲しいな、それでさ、ってあなた言っちゃう。全然違う話。もう殺のように聞き流しちゃったりとかしてたと思う。で、そこまでしてないにしても否定ちょっとしちゃったりで、でもそれはこうだからやらない方が良くないでもこれはそうこうだから無理じゃないって言ったんじゃない これは、その、復縁にとって、すごくその、まあ、大問題で、別れの、まあ、いろんな別れの原因あると思いますけど、そういうね、その考え方が本当に良くないんですよ。あの、自己中心的すぎるの。でね、宮沢賢治の詩の中にね、詩の一節にこんなのがありましてですね、えっと、お前の武器や、あらゆるものは、お前に暗く恐ろしく、誠は、楽しく明るいのだ。 みんな昔からのうんにゃんかんにゃんっていうのが続くんだけど、そういうセリフがあるんです。もう一回言うね。お前の、お前にとってのってことだね。解説しながら言うけどさ、お前の武器、恐ろしいものだね。あ、あ武器やあらゆるものは、うん、その他のお前の、お前の武器やあらゆるもの。どういうことお前の判断ってこと。お前が考えることっていうこと。うん、お前の武器やあらゆるものは、お前に暗く恐ろしく。 お前にとっては暗いもの。まあ武器、まさにそうだね。象徴だね。要はその人を殺す兵器だからね。えー、お前に暗く、恐ろしく。お前にとっては暗いものだしネ、ネガティブなもの。恐ろしいもの。まあやったことないからやりたくないものとか。ノリの話とかもしたけどさ。あの、触れたくないもの。おチャレンジしたくない。関わりたくない。そもそももっと軽いところでめんどくさいからやりたくないとか。なんか体力使う、だるそう。 ああ、もう家帰って寝たいとかね。そういうのも含めて、お前に暗く恐ろしく。お前にとっては暗くて恐ろしいものだろう。でも、誠は楽しく明るいのだっていう言葉があります。うん、で、これは、あの、簡単に言うと、その宮沢賢治のその妹ちゃんがいたんだけど、宮沢賢治の妹ちゃんが死んじゃった時の詩なのね。 その、要は、ネガティブな感情とか、死に対する恐怖とか、その妹ちゃんが死んじゃったってことに対して、とても悲しいって宮沢賢治は思ってるわけだけど、でも、それは、あの、お前にとっては暗く恐ろしいだろうけど、誠は楽しく明るいのだっていうような言葉を自分で作ることによって、えっ、ー、と、なんか自分自身を応援してる宮沢賢治の姿勢なんだよね。その、本当は妹はいい世界に行ったのかもしれないっていう。誠は楽しく明るいのかもしれないっていう、 その、ぶ、仏教的、あの、宮沢賢治って仏教の人なんだけど、仏教的な、まあ、意識もあっての、まあ、無理やりにそう思ってる。で、えー、そう思うからそう思いたいっていうような感じのニュアンスが僕は受け取れるんだけど、うん、うんそういう感じの詩なんだけどね。だけど、 お前の武器やあらゆるものは、お前に、お前にだけ暗くて恐ろしいものだけど、誠は楽しく明るいことだ。本当は楽しいことだし、明るいものだし、ポジティブなものなのだという、この宮沢賢治の言葉を忘れないで。あなたがつまんないと思ってるだけ。あなたがやらない方がいいんじゃないあなたが、え、そんな、いいよ。高いし、お金かかるし。あなたが、もしくは僕が、えスイカ割り、 家で着ればいいよ。家で食べればいいじゃん。うん。僕がめんどくさいと思ってる。僕が嫌だって思ってる。お前に暗く恐ろしいけど、本当はま、本当は楽しく明るいものなの。で、本当はってこの場合何って言うと、相手にとってはだよ。相手にとってはもうその宝石ぐらいキラキラしたやりたいことが吸い代わりだったんだよ。僕の息子にとっては。ものすごくやりたいこと。 うわーっていう感じ。スイカ割りやりたいってなってるわけ。それをさ、大人の判断で、いやスイカ割りつ、もう風、砂とかかかるし、汚えし、なんか食べられなくなったら、あれだから普通に家で食べればいいから、今の時スイカ割りなんてやらない、やら、やってる人いないから、みたいな感じのことを言うのは、 こっちの判断で、本当はその、もう、相手にとってはものすごくキラキラした夢なのにも関わらず、それを簡単に足毛にすること。うん。べって、け、足で蹴って、そんなんいらんって、やっちゃうこと。うん。誠は楽しく明るいもの。相手にとっては楽しく明るいもので、本当に大切なものなのに、あなたはそれを蹴ったね。だから別れるってなってるでしょうん。それはやめて。 やめてっていうか、やめる生き方に変えていかなければ、そもそも恋愛するというか、誰かと共に生きる権利がないわ、はあ。ね。誰かと共に生きるということは、相手のそのキラキラした思いを、ちゃんと分かってあげて尊重してあげるっていうこと。僕にとっては、この鹿の角の杖。ね。あ、ちょっと待って。鹿の角の杖がね、すごく <laughs> 欲しかったっていうか作ったんだけど <laughs>。 ああ、これ鹿の角で杖みたいの作りたいと、まあ、あのー、こうやってこうやってね、こうやって体重かけて動画喋れるようになりたいなと思って、楽ちんな、この、モテる、体重ちょっと支えられるもの欲しいなと思って、わざわざ鹿の杖、これもう危ないやつだけど、ほんと刺さるやつね。だけど、これ作った。僕にとっては、明るく楽しいもの。うん でもさ、もしあなたさ、彼と一緒に住んでて、もしくは彼と将来結婚してね、あなた女性だとして、彼がこんなの作りたいっつって、急に何かやり始めたら、手伝いもしないでしょ、多分。手伝わないタイプでしょ。でもまたね、これまた僕の奥さんのことをね、褒めちゃって申し訳ないんですけど、奥さんね、率先してフォーマックですよ。あのー、島中。まあ、そっちで言うところのね。えー、っと、島中とか、なんだ、高南。 うん、そのホームセンターにー行くよって言ったの奥さんよ。僕の奥さん。で、こういう、これ、これはそのベッドの部品なんだ。ベッドとか椅子とか、ベッドじゃない、そのちょっとしたテーブルとか、ちょっとしたその椅子を、そのパーツで長さとか変えて、あの、作れるセット、キットの部品が、あの、ホームセンターに売ってたのよ。で、これあの、だから、テーブルの足になる予定のもの。うん。こういうのを見つけ出し、 これ回すとこれ分割できるんだ。あ、もうかなり固着してんな。1、2、3、4、5か。ここは、これはあのテーブルの長いところ。ここで繋がってんの分かんない。これ。これ下の方だからみんなに見せてないけど、これ鉄があるでしょ。うん。これテーブルの足を。で、この持ち手の部分をちょっとこの、このガラガラをこう短くしてね。 ちょっとその杖っぽくして作ってるわけ。それで鹿の角なんてそのものすごい硬いから普通にはつかないし、重いからつかないわけだよ。そこにそのドリルでダラーって穴開けて、で、裏からボルトとナットで止めてんだわ。これ一緒にやってくれたの奥さんです。考えてくるとどうしたら杖っぽくなるかな、つって。一緒に作ってくれたの、ここ押さえながら、じゃあちょっとそこ、ここ私押さえてるからそっちでやっちゃっていいよ、とかつって。 で、その膝とかで押さえながらドリルでドリドリルドリルドリって、鹿の骨の中って勝てんだよ、これ。普通には、その、なんだろう、う霧とかじゃ、あの、シュコシュコしちゃって穴がねドリルじゃなきゃ無理よ、これ。<laughs> ね。それをやってくれる、うん。僕にとっては宝物のように欲しかったものなの。なんか、置きたいじゃん。 <laughs> 家に男たるもの。で、ここ、この二つの、二つの鹿の角を将来的には買ってきて、もう一個同じものを作って、ここにちゃんとその、あの、刀、模造刀を置くんだ、将来。<laughs> 男の子でしょ、うん、それに、それはキラキラした思いなんだけど、僕の奥さんはおそらく付き合ってくれるわ。お前の武器やあらゆるものは、お前に暗く恐ろしいだけ。お前が暗く恐ろしいと勝手に判断しているだけで、 まことは楽しく、あのー、楽しく明るいの。相手のやりたい。いや、買いたい。欲しい。食べたい。行きたい。そういう願望は、あなたにとってどうでもよいとか、どうでもよかったとしても、大した思い、願いに見えなかったとしても、相手としてはものすごくキラキラしてる夢なのにもかかわらず、あなたはそのことを分からずというか、誰にも教えてもらってないから分からないのいいけど。うん、まあ、まあ、いいっちゃいいけどさ。分からずに、それを、 軽く取り扱ったね。うん。それで振られてるんです。だから思い出してこの話。まあ鹿のつ角の杖作ってくれた僕の妻の話。僕のその息子のスイカ割りしたいなっていう話。で、結果スイカ割りしたら、まあ大変だねスイカ割りって。もうスイカってもうちょっと綺麗にパッカンって割れるんだと思ったんだよ。ああパッカンとは割れねえなあいつ。なんかこうぐしゃっと割れるね。で、一回叩いたぐらいじゃ、 割れねえんだよ。僕の妻がやってるとき当たったんだけど、全然その、ちょっとめり込むぐらいで割れねえんだよ。しゃあないから妻が何度も、なんかこう、殺し損ねたゾンビにとどめさすみたいな感じで、何度もこうやってやってて。で、結果割れたらぐしゃぐしゃじゃないですか。はあ、それで、えー、まあそれを、しかも食べづらい。だから、なんかこう、お皿みたいな形になるわけだよ。これをこう、こう、こうやって、それこそもうゾンビみたいに食うしかなくて。 バタリアンだと思ってね。脳みそくれだって思って、もうガチガチ食べながら、食いづらいな。これもう来年からなしだねってって。したら僕の息子もね、うん、今日すごい楽しかったけど、今度はお家で食べたいみたいなことを言うわけだよ。それで息子は納得したじゃないですか。僕も食べづらかったとかって言ってて。でも、息子にとっては自分の目的が達成した。嬉しい幸せだったなっていう気持ちになって、より一層パパとママのこと大好きって思ってくれるし。はい でそんな大好きな子供のためにパパとママも頑張るわけだけどこれ彼女と彼氏の関係でも同じだよ。大したことじゃないことでも一生懸命やってやる生き方身につけてでそのための練習の第一歩として今今日あの一番仲良しのやつ、まあ、男でも女でもいい。 だから、あの、同性でも異性でもいいけど、あの、あと親でもいい。一番仲良しのやつに、次の休みに連絡してみて、もしくはその、まあ、その事前に連絡してみて、ね、遊びに行こうよって誘ってみて、今一番その日帰りで行けるんだったらどこ行きたいって聞いて、ここって言ったらそこに行け。あそういう練習しよう。それぐらいができるでしょう。 それぐらいだったらできる。別に泊まりっつってない。日帰りで行ける距離。そういう練習を積み重ねていかないといざ元、元カノ元カレーとその連絡取ってまた会いました。うんと、ここ行きたいなっていう時に、言われた時に、ちょっとえ、遠いっていう顔が出るぜ。うん、そのまあ、復縁したい相手だから、さすがにえ、めんどくせえ、行かないよとは言わないにしても、ちょっと出ちゃうぜ。練習しとかねえと。 元々あなたそういうその、まあ、性格っていうか、あんまり相手の希望を重視しない性格強いはずなんだから、練習しとかないと顔に出ちゃう、と、遠いっていう。その、一泊二泊の間ができちゃうよ。それで相手気づくよ。何こいつ自分から誘ってきといて、私の俺の生きてって言ったところ来ねえんだ。行かねえんだ。な、何この間って。もうそこで腹立つよね、はあ。で、もうその日終わったらそれ以後連絡来ない。 で、それ以降連絡来ないんですけどってご相談されたって、それはもう、ねえ、ネット復遍工作とかもやって、まあそういう状態になってるのに、あなたがう、う、その、自分磨き、うこう、磨かれてないとそういう結果になっちゃうのよ。だから、その、練習して、誰か友達とか親とかに連絡して、えっ、ー、と、次の休み、私、俺、休みなんだけど、行きたい、日帰りで行くんだとしたら、もしだけど、ど、どこ行きたいここ行きたい。よし、じゃあ行こう。決めて、行って、はい。 頑張っていきましょう今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。